リークリスマース、メリークリスマース。一人で何してるんですかレイムさん。冒頭から虚しいのやめろってことで、今回は今巷で噂のゲーム、ダーク&ダーカーというゲームをやっていくよ。このゲームはダンジョン攻略型のバトロワって感じで、ゲーム性はタルコフと類似しています。そのためダンジョン内で死んでしまった場合アイテムが全ロストする仕様になっているので注意です。マークリボッチの私にかかればダンジョン攻略して帰ってくるまで光の速さなんで任してくださいよ。ちなみにソロで行ってもフルパとマッチングするらしいから頑張るんだぜ。殺そうってことで前工場はこの辺にしてゲーム開始ですね。待って、純粋に考えてソロでやるの振りすぎんか。まあ最終的には脱出したもん勝ちだから、無駄な戦闘を避ければソロでもやっていけそうではあるがな。うおー、なんか前のスケルトンが動き出したぞ。最初の戦闘ですね。頑張って倒してください。スケルトンって普通にどこもブルーだけど、こうもリアルなゲームだと普通に対峙するの怖いよね。あれ、なんかスケルトン硬くね。厳密に言うとレイムさんの初期装備が弱いですねこれ。おい、ふざけんな、情報修正しろ。気に食わなかったら運営に苦言呈すのやめろ。ダンジョン内でドロップしたレア武器を装備するしかないですよこれは。あとはプレイヤー倒して追いはぎプレイヤーな。そんなんリスキーすぎてやる気を切んのやが。やっと倒せたわ。ちなみに倒した敵はされます。お、これはどういう武器なんすか。これはウィザードとローグという役職が持てる近接武器ですね。初期武器なので控えめに言ってゴミです。そこら辺に落ちてる宝箱の方がいい装備落ちてると思うぞ。じゃあこの宝箱漁ってみる。ちなみに普通にミミックもいるので気をつけてくださいね。それを先に言えや。お、次のやつは結構いい装備なんじゃないか。これは双剣ですね。ってことは盾装備できなくなるってことか。攻撃力を選ぶか防御力を選ぶって感じですね。双剣の方がステータス高そうですけど、まあ好きな方でいいんじゃないでしょうか。まあ私クリぼっちちゃんだから盾常備する方向でいくわ。悲しいなぁ。数分を。やべえ、体力がマジでねえ。めちゃくちゃ追われててくさ。ファイターはスキルで回復できますよレイムさん。もう使用済みで使えないんだわ。仕方ない。こうなったら敵全スルーして脱出狙うしかない。アンチ収縮中だから気をつけるんだぜレイム。やべえ、雲が無限に追いかけてくるんだけど。雲は2回切ったら死ぬんで倒すのもありです。松明なくて何も見えないから動画的にもまずいぞこれ。動画映えの前に私のこと気にしてくれませんかね。あれ、これ全ロストですか。ボッシュートです。ソロじゃ無理だったのでイマジナリーフレンドを作ってきました。実体あるフレンドに向かってイマジナリーとか言うのやめろ。トリマ私がクレリック、マリサがウィザード、サナエがローグでやっていくよ。このロール編成誰が前線切っていくか悩ましいところあるな。お二人さんは魔法使いと聖職者だからローグの私が前出ますよ。あ、でも私このキャラよくわからなくて回復バフスキル積んできてないから前線は私が切りますよ。何してんの。なんかよくわからなくなったら聖書の角で敵ぶった切ります。もうお前船降りろよ。下がどうなってるかわからないのでトリマ松明で索敵します。お、レイムにしては随分と気の利いた道案内だな。ソロで磨き上げた索敵能力をとくと見るがいいわ。視聴者さんは雲で殺されてるシーンしか見てないので何言ってるかわからないと思いますよ。おい、それ流すのやめろや。気をつけてください。この扉の先にプレイヤーがいます。どうする。ショス。さすがに今の装備だときつそうだから反対の廊下突っ切った方が良くないか。マリサさんに賛成です。いやでも3人でフォーカス当てればいい物資手に入れれるチャンスかもしれないですよ。じゃあレイム1人でフォーカス当てて殺しに行けばいいのぜ。2人でフォーカス当てても意味ねえんだよ。私はマリサさんに賛成です。殺そう。やべえ、ここめちゃくちゃ雲出てくるんですけど、おそらくこの先に雲の巣らしきものがあると思います。マリサさんのファイアーボールで一斉駆除できるかもしれません。じゃあ私がタンカーになるので任せたわよ。じゃああとは頑張ってくれレイム。おめえも頑張んだよ。ほら今私が湧いてきてるやつやってるから、その隙に雲の巣やっちゃってください。ちょっと待ってくれ。今ファイアボール詠唱してるので。場所は2つの壺の後ろっすね。レイムさん邪魔になってそうだから離れてください。よっしゃー行くぜー。何してんだよ。いやーなんかそこら辺に転がってる雲が気持ち悪かったから粛清してたんだぜ。いいからさっさと雲の巣潰せよ。雲の巣をーぶっ壊す。大丈夫かい。監禁アイテムは私が全部持っていくわね。これてめえ。数分を。ここは去ったら屋敷の中心部に向かって歩きたいですね。マップの構造全く理解してないからどこ取れば強いのか全くわからんな。おいプレイヤーいるぞ今すぐに殺せ。いやここは友好関係を築くのもありかもしれないです。おい逃げてるぞ奴が気にしろ。レイムとサナエの温度差がすごくて風吹きそうなんだぜ。そう、面倒くさそうな場所に逃げ込まれたわ。深追いはしなくていいですよ。脱出するのが最優先ですから。まあここでやりに行ってもアイテムが美味しい保証もないしな。しゃあない、トリマ扉だけ閉めとくわ。いったいった何これ。皆さんすみません。回復スキル持ってきてないので回復恵んでください。霊食者失格だよお前は。もはや死んだ方がパーティーの役に立つかもしれないですね。さすがにひどすぎんか。数分を。皆さん見てください。さっき私たちの前に現れたローグの死体があります。ソロ勢の残酷さが浮き彫りになってきてんな。おお、この人なかなかにいい物資手に入れてんじゃん。うまい。てかこのミイラが吐いてる毒みたいなやつの効果時間クソほど長いよね。しかもとどまるだけならまだしも移動しますからね。この毒切り探索中についてくるから地味にうざいのよね。まあうちのパーティーにも回復魔法すら使えない聖食者ついてきてる時点で相当お荷物ではあるよな。本当にその通りですよね。まったお前のこと言ってんだよ。皆さん気をつけてください。そろそろ回収地点の青ポータルが出現する場所まで来てます。確か青ポータルが帰宅用で赤ポータルが上級ダンジョン用だったよな。そうです。今の運気装備だと上級ダンジョン行っても死ぬだけなので帰還するための青ポータルを探してください。ちなみにポータルは1人しか入れないので3人分見つける必要があります。うわぁ、なんか中心エリアに死神みたいなやつが浮いてるよ。今の運気装備と体力じゃかなう相手ではないのでちゃっちゃと逃げた方が無難です。お、青ポータル1つ発見したぜ。トリママリサがポータル開けてる間援護するわよ。やばいです。死神に見つかってこっちの青ポータル開けません。トリマポータル開け終わったから体力危ない。サナエは帰ってもいいぜ。おいに切りますマリサさん。やばい死神がこっち来てるわよ。できる限り援護してやるんだぜ。今の装備じゃクソの役にも立たないので皆さん早く逃げてください。さっきからうんちだのクソだの口悪すぎだろ。私が死神引きつけるからそのうちに逃げるんだぜ。やばい、マリサがイケメンすぎるのぜ。マリサさんが引きつけてるうちにレイムさんが2人分ポータル開けてあげましょう。なるほど、その手があったか。やばい、コウモリに見つかってもうたわ。すまんマリサ、体力が危ないのでお先に失礼するわ。お前松代まで呪ってやるからなマジで。マジで体力ギリギリなんだが。もうポータル開いてるんであとは入るだけですね。はいけど、オッケー。なんとかギリギリ脱出できたわね。装備ちゃんとしてないと普通の敵が相当強く見えるからなかなか難易度高いな。帰還後の作業としてはダンジョン中に集めたアイテムの換金、ブブの装備が必須となります。でも今回はそこまで美味しくなかったからまた周回しないとって感じだね。ただこのゲーム、まだアルファテスト段階でこの動画投稿されてる頃にはもうできなくなってるから今までの努力は全て水の泡になりますよ。悲しいな。ってことでうちのチャンネルのゆっくり実況はこれが今年最後となります。そもそも今年はゆっくり実況全然上げてなかったよな。来年こそはちゃんと無理しない程度にゆっくり実況上げてくださいねウプ主さん。毎秒投稿しろウプ主。温度差すごすぎて風邪ひいて疲れたので帰りまーす。ご視聴ありがとうございました。